清水義松清水義松は日本の教育者、貴族院議員、クリスチャン。札幌農学校で学び、1888年に茨城市藩学校、1889年から1892年にかけて東京婦人城中学にて教鞭を取る。当時の広中の教え子に安倍信幸がおり、主に英語のほか博物学を講じていた。 1895年、東洋英和学校から分離独立して、麻布中学の創設に加わり、以来、江原ロクに経営商売無賀如くで、地味であったが、いわば上代画廊のような存在だった。江原ロクの死去に伴い、1922年に二代目、校長に就任し、当時の旧正中学のメッカである、富立一中を意識しながらも、 エバラの生徒と共に新職を取る指導を受け継ぎ、継承することに傾注した。とりあえず席を置いて、一中など不立中学の編入試験を受ける者が多い中、1938年の入学式では、他の私立中学のように発覚した場合、定額や退学措置を取らないことに言及。エバラ以来のおおらかさと寛容さを合わせたものであり、一方で、 受験史上主義に対する無言の批判と自らの私学教育に対する自負として語られる。1929年から1932年にかけて東洋英和女学院の校舎新築や校地、拡張事業を支援するため、同校講演会発起人の中心となる。1901年から一時東洋英和女学院講師代理につき、 1933年10月から1934年と1936年から1950年4月とにかけて同東洋英和女学院の3代目の講師内市理事長職にあった。1937年、静岡英和女学院初代理事長に就任。1941年、蘭寿法奨受賞。1942年、 麻布中学名誉校長となり、法大教授から細川淳一郎が同学校長に就任。貴族院議員を経て1950年に死去。84歳。ありがとうございます。